愛知のダラダラジオ。はい、ということで今週も始まりました愛知のダラダラジオでございます。で、今週のテーマはですね、ぼっちだってええやんなっていう、あの関西なまりをね、普段喋れないくせにどうしてもこのタイトルちょっとこういう感じにしたくてね、すいません、あの関西にお住まいの方は申し訳ないんですけど、ちょっとねお許しください。で、まあぼっちだっていいじゃんって話を、はい、押していきたいと思います。で、ちょっとゆるゆるな感じなんですが、なんか最近結構真面目な話が多かったので、少しそんな話をしようかなと。とはいえ、あの今日はね4月4日ということで4月になりまして、あの学生の方は4月ってまあそわそわしますよね。新学年のスタートなのでだと思うんですけど、やっぱり社会人になればなるほど、まあ、4月だから何っていう、まあお子さんいるとね、あの変わると思うんですけど、まあ、普通だとあんまりそこまでそわそわしなくなってくるのかなと。まあ移動とかもあるけどね。でもやっぱこういう職業柄というか、やっぱ子供相手のね仕事をしていると、まあ子供たちと同じ生活リズムになっていくので、まあ4月ってねそわそわする、なんか期待と不安が入り混じってる感じ。そう、割と好きなんですよ。出会いと別れの季節でもあるので。そうで、それをまあ考えた時に、まあ今結構子供たちからもね、こう新学年に向けてっていう相談が来てたりするから、まあ喋ろうかなと思ってるんですけど、まあ、突然なんですが、はい、私友達が少ないんです。あのご存知の方多いと思うんですけど、ネタとかじゃなくて、あの本当に少ないと思う、うん、もしかしたらみんながさ、今これ、まあ、15歳とか16歳ぐらいで聞いてくれてんのかな。みんな16年とかでさ、まあ、出会って友達が何人いるか分かんないんだけど、俺36年間生きてきたんよ。だから友達を作るチャンスはみんなの約2倍以上あったんです。あったんですけど、なんか生かしきることができなくてですね、はい、非常に少ない。みんなより少ない可能性はね、大いにある、はい、っていう、あの人生を送ってきたわけなんですけど、まあ、中学の時にいじめをちょっとね受けており、受けて、まあそうね、まあ、嫌われてて、はい、嫌われてたんですよ。で、友達全然いなくて、小学校まではね順調だったんですけど、で中学校でもちょっとおかしくなってしまって、で、まあ、そんな生活になり、で高校入った時とか大学入った時もやっぱり自分から行くことができなくて、うん、で特に高校の時はなんかね、俺一番前の席だったんよ、最初高1の時がね。でずっと机に座ってぼーっとしてた。だから未だに後ろの席の、あ、俺男子校だからさ、あの男子に声かけた時のドキドキってちょっと実は今でも覚えてんのよね。何声かけたか覚えてないんだけど、どうしようかな、言っていいかな、声かけていいかなみたいな。そうそう、どこ中みたいなの聞いたんだっけな、忘れちゃったけど。そうで、まあ、そんなんもあって、しかもすごい仏頂面で過ごしてたからさ、なかなか友達もできんくて、でもまあなんか、あの1年の時のクラスのメイトがさ、いい人が多くて、なんだかんだで、まあ、友達というか話せる仲は、まあ、できてたみたいな感じだったんだけど、まあ深い仲になることはあんまりなくて、結局卒業していまだに連絡を取る高校の同級生はいないもんね、一人も。中学に関しても一人もいないし、なんか LINE は何人か入ってるけどみたいな、入ってるけどさ連絡取らないって方多いからさ、俺どんどん消しちゃうし、しかもそうで、大学の時に出会ったメンバーはメンっていうのが止まっちゃったけど、何人かは取るかな。そうでも、あ、そうそう、でも最近そのメディアに出させてもらうようになって、なんかそれで久しぶりみたいな、そう連絡をくれる方は何人かいたけど、でもそのぐらいなのよね。そうだから、で今俺群馬の高崎ってとこに住んでるんですけど、俺ここ地元じゃないんで、そうだから余計にね、周りにその同じ高校とかのさ幼少期の友達って一人もいないからさ、余計にいないのよ、うん、だからそういう生き方をしてきたわけなんですけど、で結構友達の相談って多くて、うん、でも俺別に友達っていなくてもよくねって思っちゃってる人間なんですよ。いた方がいいんですよ、いた方がいいんですけど、無理して友達って作るもんじゃなくないかっていう。で、あの高校入った時に思ってたのが、別に仏頂面してたのはね、その俺に近寄ってくんじゃねえよみたいな、そんなことが言いたいわけじゃなくて、そのたまたまさ、その同じ高校にたまたま同じ学年というかに入ってきて、で俺7クラスあったんだけど、当時7クラスの中の俺1年3組だったんよ。で1年3組にたまたま振り当てられたね、自分らが選んだんじゃないんだよ、この子と同じクラスになりたいですって選んだわけじゃなくて、たまたま振り当てられたメンバーだから、いや、あの気が合う方が珍しいというかレアケースじゃねって思ってたんですよ。
そうだから無理して作る必要はないよねって言って、無理して作った人間関係なんて苦しさしかない。そうだからまあいっかみたいな、そうそうそうって思ってるのよ、うん、で、まあ、結構ぼっちって嫌じゃん、みんなも嫌でしょ、嫌な方多いと思うんだけど、なんかぼっちっていう言葉が走ってるからさ、なんかすごいネガティブイメージがついてるんだけど、いや別に気が合う人がいなかっただけじゃねっていう風に思っていいんじゃないかなっていう。で周りがねそのぼっちであることをあーだこーだ言ってくるやつもいるかもしれないけど、いやお前より幸せに生きとるわボケっていうって思ってほしいなっていう。なんかさこの前実写の動画でね、コミュニティを探してくれっていう動画を撮ったんですよ。新大学生主にメイン、まあ、新中学生新高校生もそうなんだけど、コミュニティ探せっていう。であれはその学校っていうコミュニティが全てになりがちなんだよ。特に中高生の時はそうなんだけど、だけど、まあ、世の中見てったらさ、いっぱいコミュニティってあってさ、でそのさっき言ったみたいにたまたま振り当てられたクラスメートと気が合わない、友達がいないから私はダメなんだとかコミュ障だって思ってる方いるんだけど、そんなことはねえわけよ。だから外のコミュニティに触れていって気が合う人、同じ共通の趣味とかでもいいんだけどっていう人に探せたらよくねっていう、で思ってほしいなと思うのよね。で、まあ、そう思ってほしいっていうところと、ちょっともう一個ベクトルが少し変わるんだけど、人を信頼するっていうさあるじゃん。でやっぱりなかなか信用できない方もいると思うよね。で実際俺すごい疑い深くて、人を信用するっていうハードルが、まあ分かんない、周りの人の信用度知らないけど結構高い方だと思うよね。だから最初はなんだろう、こうツンツンした対応とかしないよ全然、あなんだこいつとか思わないけど、それなりにコミュニケーション能力あると思ってるから、大人としてね触れ合っていくんだけれども、じゃあ自分のこと話すかって言ったら俺話さないよね。俺めちゃくちゃよく言われるんだけど、そうそう自分のこと話さないよねっていう、確かにそうだと思ってる信用する人にもなかなか話さないぐらいにあんま話したがらないから余計だと思うんだけど、でその人を信用するっていう時になかなかさ裏切られるの怖いじゃん、信用すると。だから信用するっていう裏にはさ裏切りへのダメージのデカさがつながっちゃうから、だから人って恐れると思ってるんだけど、でも俺、まあ、もちろんここまでね36年生きてるからそれなりに裏切られてきたし、それなりに見る目がなかったなって思う場面も多々あったけど、その自分が信用しようと信頼するって決めたらとことんしようっていうのがなんか俺の中のルールなのね。だからさっきも言ったみたいにこう、あこの人はいい人だ信用しようと思って裏切られた時のダメージは半端ないんだけど、でもそれもしそうなっちゃったらね、そうなっちゃったらあ俺の見る目がなかったなっていう、でどこで見間違ったのかな、反省して次に生かそうって、まあ、すぐは思えないよ、ダメージを負ってるからね。でも徐々にその方向で思うようにしてたら俺は生きるのが楽になったのよ。で信用したいなって思うんだけれども、なかなか信用できなくてモヤモヤする、どうしようかなどうしようかなって思ってる時間が俺の中ではもったいないと思っちゃう人間だから、そういう風に考えてる。信用しようと思ったらもうとにかく信用しようと、裏切られた時はその時はその時だっつってね、っていう風に考えるようにしております。ただね、まあ、前とか結構前の話だけど、特に女の子に覚えててほしいのが、今特にコロナで人のリアルに会うっていう機会が減ったから余計なんだけど、やっぱネット恋愛をする方結構多くなってる印象があって、でやっぱ女の子の方が罠にはまりやすいのよ。特に年上男性が相手だとね、まあここで話すことでもないけどさ、例えばインターネットで恋愛するっていうのが別に悪いとは思わないよ。でそれも恋愛の形としてはありだと思ってるし絶対ダメとは思わないんだけれども、地雷をちゃんと把握してほしい。これがあったらこれはちょっとおかしいなって、まあ、恋愛してる時ってもう本当にちょっとなんだっけ、メンタリスト DAIGO さんの言葉を借りると本当人がバカになってる状態に近いから、判断能力めちゃくちゃ落ちてんのよ。この人のことが好きって思ったらその人が言う発言は全て正義になる、下手するとね。まあその恋愛ってそんなもんだからしゃあないと思うけども、でもじゃ例えばまだね一度も会ったことない、でも好きなんよ、もういつも優しい、電話もしてくれるって、もう優しい言葉をかけてくれる、私はこの人しかいないみたいな思ったとしても、じゃあ突然不意にねえねえって今日の下着姿送ってよって言ってくる人もいるんだよね。まあもしかしたら一瞬えって思うかもしんないけど断れないんだよ、嫌われるの怖いから。そう
でもそれを言ってきた時点でおかしいなって思ってごらん。きっとおかしいなって思う自分がいるんだけど、怖いから失うのが、だからそれをねじ伏せて、いやでもまあそういう趣味があるだけだみたいな変な正当化をしてさ、うん、話をつなげちゃうことがあるんだけれども、やっぱそことかはきっちり気をつけるんだよ。もっといくと本当裸の写真送ってとかいうやつもいるから、本当いっぱいいるからね。いっぱいって言うけども失礼だけどもいるんだわ。そう、私の彼氏がそんなわけって思う気持ちもなく出てくるかと思うんだけれども、信用するって言ったから最後まで信用するって筋を通すんではなくて、そういった地雷おかしいなっていう部分は、うん、チェック項目としてちゃんと心に留めておいてほしいなと思います。あれなんか真面目な話になってもうたけど、まあそんなとこよ。うん、なのでまあ伝えたかったのは、別にぼっちって、まあ、ぼっちって言葉使ったけど、あえて別にぼっちはコミュ障のっていうイコールではないし、たまたまその割り当てられたクラスメートとっていう話だだけだから気にすんなよって話で、無理に友達作んなくていいんだよっていう、そう、気が合う人なんて一生生きていく中で2人か3人出てきたらもうハッピーよ、うん、と思ってるから、そうそうそうっていうふうに思ってほしいな。うん、まあそれでも言うてもね、学校通わなきゃいけないからさ、クラスメートがいいメンバーだったらいいなとは思うけれども、でもそれは自分の力でああだこうだできないってこともあるからさ、ぜひ外のコミュニティとか探したりとかしてもらえたらと思います。はい、ということで今週のダラダラジオは以上でございます。また来週ね、何か喋っていきますので、あ、来週はあれか、みんな学校本格的に始まってる頃なんだね。ちょっとね疲れ、まあ、最初めっちゃ疲れると思うんだけども、まあ、体調崩さないように気をつけつつお互いね頑張っていきましょう。ではまた来週お会いできたらと思います。今週は以上でございます。また来週お会いしましょう。それじゃまたね、バイバイ。